はい、どうもマークです。ついに来ましたね、第2部第9章。いや、どんな展開になるのか楽しみです。では早速見ていきましょう。Cの世界、これからの世界。おお、早速。どうしたの？コードを持った何者かが遺跡のシステムを使っている。この感覚は。そうか、これちょうどあれだね、今 V2 の話だね。 V2 とあとシャルルとね、ルルーシュが今やり合ってるところで、そこが影響してるんだね。誰かが入ってきたの？ああ、どうやら引きずり込まれたみたいだ。もしかしてあの人が？残念ながら。いや、これ主人公だよね。お前の町人ではないな。町人って、どちらかというと私に縁の深い人間のようだ。そうなんだ。じゃあもしかして。私の出番が来たらしい。ここでお別れ？そうなるかもしれない。そっか、これまでありがとうね。私のこと観測してくれて。観測。あなたがいなかったら私はずっと迷子だったと思うから。大丈夫、きっとお前の待ち人も来る。世界はそのようにつながっていくはずだから。うん、では私は行くとする。今度はあいつが迷わないためにも。行ってらっしゃい。そしてさようなら。さようなら、心残りの子。心残りだって。行っちゃったさっきまでとちょっと口調違いますね。なんか可愛らしい。いや、早く主人公とあの音がね、会ってほしいな。久しいな、ルルーシュ。我が息子よ。なんか口調ね、癖強なりましたね。うん、アニメの時よりも。我が息子よ。いいっすね。8年前の質問に答えてもらう。早速追い込まれてますね。なぜ母さんを守らなかった？他の皇族たちが母さんを疎んじていることを知りながら。うん、そうよね。人は平等だ。決めゼリフ。何？お前は他の者にはない力、ギアスを持っている。その力で聞き出せばよかろう。誘っている。俺にギアスを使わせようと。しかし俺が奴の目を見るということは、あいつも俺を見るということ。こちらが死因を覗いている時、死因をまたこちらを覗いていると。俺と同じ相手の目を見てかけるタイプ。俺が見た瞬間にあいつのギアスが、記憶を操るギアスが飛んでくる。うんうん、ややこしいですね。どうすれば。ガンマの早打ちみたいな。どうした？それでもわしの子か。ブリタリアの。いや、葉っぱかけてきますね。ぬるい命令を選んでいる場合じゃない。そうです。ゼロの命令です。すべての施設が捜索範囲。ゼロの命令に従い、死体はすべて指定区画に集めてください。ブリタニアによる実刑兵がいるか。いや、ここね。こんなことを黒の騎士団が。いや、苦しいとこよ。赤木君、どうしてこんなところにいる？木下さん、私も何かお手伝いを。言っただろう、君は後方待機だ。紅宝月で歌唱館に戻っているんだ。でも。いいから、君はここにいるべきじゃない。いや、木下さんマジ良心。わかりました。
百冊。うん、そりゃね。バトレ。いきなり来た。いい顔してるわバトレ。私をこのような体に改造した憎むべき男だが、君の皇族に対する忠義は本物であった。うん、ならばこそ、私は決意しよう。君を尊敬する。お和解ですね、歴史的。カレンさん、ゼロは本当に正義の味方なんでしょうか。まずいな。いや、もっとまずい。ロロに見られてたね今。当てたー。ルルーシビブリタニアが命じる。死ぬ。よう用意してたわ。よかる。ん？お？やったか。勝った。案外あっさりと。ナナリ。母さん、俺は、うわ珍しい、ルルーシュの方向、魂の叫びですね。お、オズじゃん。マリーベルメルブリタニア皇女殿下、ホルドリンジボン、現代復帰を果たしました。長期にわたる不在、心より謝罪申し上げます。あ、そこなんだね。あれだ、そうだ、オイアグロ教と二人で旅した、あの後だ。良いのです、オルドリン。記憶を失っていた半年余り、さぞ辛かったでしょう。うんうんうん、あなたが無事でいてくれて本当に良かった。オルドリン、あなたが戻ってきてくれた。これで我が大グリンダ騎士団は本来の力を取り戻すわ。それは戦力を整え東に進軍すれば、未だ抵抗を続けるユーロピアの残党を制圧できる。それだけじゃない、ユーロピアの奥にいる中華連邦も。すごい衣装かわいいね、男女ともに。いや、この3人も早く実装してほしいですよね。踏みする中華連邦など本国と連携して。ちょっと様子がね。そうなれば、うん、テロリストだって殲滅できる。テロなんてものは全てマリーベル皇女殿下。ごめんなさい、私は母様とユーリアを殺したテロリストが憎くて。うわ、見えてる。君はマリーベル。ギアスチラ見せ。シャルルとフローラの子か。子供がどうしてこんなところに。子供呼ばわり。呪われた双子に関わる公女。面白いね。君には素質もあるようだし。いいものをあげるよ。素質があるんだね、ギアスには。さっきから何を言って。このギアスの力をね。マリー、下がりなさい。ごめんなさいオルドリン、私そんなつもりじゃ。分かっているわマリー、分かってる。お、知らない。しょっぱな、いきなり殴られたんだけど。いいね。シャーリーの亡骸に誓って、そう言えるのか。横顔もイケメンですわ。殴られた横顔も。ちょっと。話してもらう。すべて。いやいや。それだけはダメ。あ、ほんとダメ。やめて、やめてよ。
本当ダメだから。怖がらなくていい。君はすぐに自分の意志を失い、僕の質問に答える。お兄ちゃん、まるでギアスのように従ってもらう、命令に。声もちょっと怖いね。お？フラッシュバックしたね。俺はあいつのようには。うん、確かにやってること一緒だもんね、ほぼ。ここにいたのか、レド。いや、この二人いいんだよね、関係性ね。僕個人的にはすごい好きですね。シュネ、俺になんか用か。なんか用かじゃないだろう。君、何かあったのか。バレてるわ。ここのところ一人でいることが多いし、何か悩み事があるようだ。鈍感な私にだってそれぐらいはわかる。ずっと一緒にいる友人のことぐらいはな。いやー、シュネいいな、本当に。まっすぐで、それでいて誠実だから、レド的にはめっちゃ眩しいだろうね、シュネ。何か悩みがあるなら私にも。だからそのシュネ、うん、お前やっぱりいいやつだな。なんだよそれ。俺の本音だよ。心配してくれてありがとう。めっちゃいい。でも大丈夫、答えは自分で出すよ。いや、まあシュネはね。そうか、君はそういう。レド的には巻き込みたくないんだよね。心配してくれたお礼にスコーンでもおごってやろう。スコーンでいい。食堂に行こうぜ。あ、おい、また私を子供扱いして。いや、いいやりとりだわこれは。直接会うのは何年ぶりだったかな。お、 V2、 私は結局私の定めから逃げられなかったよ。定めは僕が引き受けるよ。うん、不死の定めを。これは V2、 お前だからさ、シャルル。これは誓いだよ。ん？あれ、声は？あれ？あ、ないのか。そっかそっか。僕たちだけは嘘はつかない。だって僕はお兄さんだから。ちょっと切ないですね。V2 はなんか。殺してしまった。こんなにもあっさりと。ほんまよな。聞きたいことがあった、詫びさせたい人がいた。なのにこんなうまくいくとは思わんかったよね。誰に。めちゃくちゃねっとりきた。ちょっと待って、顔芸やめてくんない？ねえ、にらめっこで百戦百勝だよそれ。ギンギラギンやん。生きている、そんな。確かに心臓を。なんなら元気になってんね。策略関係奇襲、そのような小手先でわしを倒そうとは。王道で来るがいい。王の力を継ぎたいのであれ。なるほどね。死ね。それが王道か。パパからの怒りの説教。ギアスが効かない。効かないやろな。分からんのか、ルルシュ。もはやわしには剣でも銃でも何をもってしても無駄。
コード自慢してきた。かわいい。無駄。シャルル、今になってなぜ V2 のコードを奪った？なぜあれだけ慕っていた兄を殺した？ V2、 お前さ、マリアンヌのこと好きだったんだろう？ダメだって。あの男が不老不死に。めっちゃ絶望顔してるわ。試験前日でオールしてテスト勉強を一切しなかった時の顔してるわ。そんぐらいの絶望の顔してる。わしはギアスの代わりに新たなる力を手に入れた。故にルルーシュ、教えてやってもよい。この世界の誠の姿。誠なんだね。なんだこれは。いや、それはこっちのセリフだい。なんだこれ。うわ、ここで変わるのかい。やっぱりこの4人じゃないとしっくりこないよね。ソキアが喋った。ソキアはゆくゆく、ティンクも喋った。探すために軍を辞めたぐらいだものね。嬉しい。じゃああれですね、実装も近いですね。ティンクさん、だからそれ言わないでってば。ところでオズ、そろそろ本題に入りましょう。僕らだけを集めたということは、さっきのマリーベル様についてでしょ。そうね。ええ、私は龍門石窟での戦闘の後、半年間以上記憶を失っていた。はいはいはい。その間のことを私は知らなさすぎる。ここはオズ参照ですね。うん。まあオルフェイスと対峙したところですね。それでお互い気づいてみたいな。だからみんなにマリーのことや、このエリア24について意見を聞きたいの。みんなが今どう思っているか教えて。俺たちがか。確かにオズが行方不明になり、このグリンダ騎士団は大きく変わった。それはマリーベル様がこのエリア24の総督になったからだと思ってたけど。明らかに軍拡の方向に舵を取ったからね。エリア24は他のエリアと比べて強大な軍事力を有している、正直僕はこの軍拡傾向に疑問を抱いています。エリアの規模に比べて軍備が釣り合っていない。なるほど。これでは本国からも警戒されてしまいます。それを言ったら反ブリタニアの各国も同じだよ。特に黒の騎士団に参加しようとしている人たちにとってはエリア24は脅威になってる、そうだね。だからエリア24内を平定した今、マリーベル皇女殿下は諸外国への進軍に乗り出そうとしているんだろう。全てはマリーベル様だな。オズが行方不明となり、トト君が命を落とした黄金島の乱以降。ああ、なるほどね。そっか、トトもいなくなっちゃってるね、そういえば。グリンダ騎士団の極端な軍備増強と強硬な姿勢を強めてしまった。リドールナイツの編成にシュバルツァー卿の変貌。全てが龍門石窟で幕を閉じた黄金島の乱に端を発している。マリーは変わってしまった。いや。正確には何かの力を得たんだ。武力ではない。それはギアスの力ってやつですか？何かの力。うん。さっきみたいな混乱はそれからなの？いや、それは別だね。あれは確か片面の騎士の襲撃以降ですよ。彼自身はライアーが撃退しましたが。あ、そうそう、オレンジだ。オレンジが、すみません、ライアーの。そう、ライアーはオルフェイスだよね、ほんで。全部わかっているから。そうそう、ちょくちょくね、出てくるんだよね。その片面の騎士の襲撃以降に、オリジナルのキャラが。マリーの混乱が始まった。ええ、
何かを思い出したように動揺されることが多くなったんです。どうする、オズ。このままだとグリーンラ騎士団が第二のユーロブリタニアになっちゃう。それはまずいね。強大な軍事力である大グリーンラ騎士団を擁するエリア24はブリタニア本国からするといつ反旗を翻すかわからない危険な存在だ。出る杭はなんとやら。確かに欧州戦線を展開していたユーロブリタニアと似ていますね。あの真のね、とんでもない反乱にね。大丈夫、マリーは私が止めるもの。私たちがなすべきことは自由と尊厳を奪うことじゃない。剣を持たない人々のために剣となって守ること、うんうん、だからみんなには力を貸してほしい。当然だからみんなには全てを話すね。ん、私とお兄ちゃん、オルドリンとオルフェイス、二人のオズの話を。大事なところ。マリー、あなたの心は私が守るから。いや終わりそう。いやでもオルドリンはね、こう折れない騎士道精神を持ってるから、うん、まあ、そこは強いですよね。たくましいよね。ちぐさ。ああ、そういえば。それは私が記憶をなくしていた。そういえばこんなのあったわ。本当の名前は。ビルッタ。でも、俺にとっては。私はブリタニアの男爵。たとえどんな理由があろうと、イレブンとの汚点は消し去らなければ、この世界で生きてはいけない。汚点言われとるぞ。そうだよな。どうせなら、日本で死にたかった。殺されると知ってここに来たのか。死ぬ時ぐらいは自分で選びたいから。無駄にイケメン顔なの。私を殺すという手だってあるはずだ。そもそもなぜテロリストがブリタニア軍人を助けた。ほんまよ。この階層いる。最初はゼロの情報を聞き出そうと思った。君を騙して監視して。よく監視カメラあったよね、自分の家に。でも君と暮らすうちに、私は敵だぞ。でも好きなんだ。バカか貴様は。バカか。敵だけど、バカみたいだけど。何なんだよこれ。でも君を好きになってしまったんだ。目クリックリさせとるわ。輝いてる。どこと誰のイチャラブを見せられてんのこれは。ねえ、何なんこれ。まあいいけど。出会わなければよかったんだ。あ、諜報部の紗友子さん。家政婦は見た。ギアスとは何だ。貴様は何を企んでいる。おかしなことよ。嘘にまみれた子供が人には真実を望むか。はいはいはい。迫り来るシャレルやめて。お前はゼロという仮面の嘘で何を得た。手に入れた。ただの学生では到底手に入れられない軍隊を、部下を、領土を。うんうん。ユーフェミアを失う。喋るんかい。めっちゃ聞いとるし、ほんで。スザクやナナリーにも姿をさらせない。黙れ。人は誰でも嘘をついて生きている。俺もそうしただけだ。一番痛いとこついてくる。なぜ嘘をつく。本当の自分を分かってほしいと思ってるくせに。そう望みながら自分をさらけ出せない。仮面をかぶる。本当の自分を知られるのが怖いから。違う。頑張れるルーシュ。なぜなら、お前はわしで、頑張れ。わしはお前なのだ。そう、
人はこの世界に一人しかいない。過去も未来も人類の歴史上たった一人。ちょっと最後の伸ばし方何？一人？何を言っている？たった一人。トイストーリーの言い方っていうのはびっくりした。遊びの時間はもう終わりだ。私にとってそれにもう価値はなくなった。ちょっとごめん。ちょっと気になっちゃってさ。どんな感じのこれ。まあいいよ。シャレだし。シズ。それを籠絡して私を呼ぶ必要もない。私はすでにここにいる。そうだな、シズ。シズ。お前の願いはわしが叶えてやる。シズの願いを知っているのか。ルルーシュ、今こそ契約条件を、我が願いを明かそう。我が願いは死ぬこと。私の存在が永遠に終わることだ。終わる？しかし、お前は。ギアスの果てに、能力者は力を授けた者の地位を継ぐ。つまり、私を殺せる力を得る。シズを殺す。あまたの契約者は誰一人としてそこまでたどり着けなかった。しかしここに達成人シャルルがいる。バカな、お前は死ぬために俺と契約したというのか。そうだ。死ぬために生きてきたと。この世の摂理はそこにある。限りあるもの、それを命と呼ぶ。そうね。違う、生きているから命のはず。同じことだ。死があるから人は生を自覚できる。言葉遊びだろ、そんなものは。しかし人は死ぬ。だとしてもこの世に生まれた理由が、意味が。知っているくせに、そんなものはただの幻想だと。死ぬだけの人生なんて悲しすぎる。死なない積み重ねを人生とは言わない。もうシーツはちょっとね、千年生きてるんで、ちょっと言葉の重みがね違いますね。ルルーシュもルルーシュでね、言い分があるし。ただの経験だ。お前に生きる理由があるのなら私を殺せ。そうすればシャルルと同等の戦う力を得る。いやでもなんかこうシーツが命について語ってる時のなんか悲痛な叫びというか、こう心からのこう苦しさとか悲しさをねすごい感じますよね。ちょっとため息出ちゃいますね。お前は優しすぎる。そうなのよ、ルルーシュはね優しすぎんのよ。まあでもそこもいいとこなんだけどね。でなんだかんだシーツも優しいんだよね。あとね、そう、シーツもねなんだかんだずっと優しいんですよ。シャルル、なぜ V2 のコードを奪った。質問に意味があるのか。これから死に行くというのに。そうだったな。いやー見応えあるわ。ご視聴ありがとうございました。少しでも面白いと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。